なわけで、レイナがね、着替えが終わったみたいなので、レイナー、頑張れよー。わーわー、見てー、はい、パジャマでーす。わー、かわいいでしょう。あ、じゃあパジャマの説明はしてもらって、私はこのままポップコーンを持って逃げる。ポップコーンを持って逃げる何をし、何をしていたんだ。あ、そっか、私一人回しになるんだ。そうなんです、私たち、このパートからは少し模様替え、衣替えをしまして、このような形でお送りしていきたいと思います。いやー、下から舐めないで下から舐めないでこんなにね、足を出すことがね、なかなかないんですよ。いや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 、どこに行っても見えるそうなんです、これもリエが、あ、座ればいいのか、座りましょうね。よいしょよいしょ。そっか、え、あ、はー、かわいい、見て、パジャマだよ、パジャマだよ、パジャマだよ、わーい。というわけで、いろちのおそろ、イエーイ。あなたやっぱかわいいわ。イエーイ。ポニーテパジャマってなかなかしないけど、いいよね。いい、ポニーテパジャマ。しかもね、私リエのポニーテがすごい好きで、あの首が長くて細くて、だからね、ポニーテールが映えるのよ。横顔も好き。いけあー、はい、やだ、もうやだ、恥ずかしい。はい、かわいい、ありがとう。素敵、これをリエが選んでくれたんです。そうなんです、ね、ちょっとね、あの生地感も私の好きなコットン、うんうん、いい感じの柔らかい感じにして選んでみました、はい、おそろっちです。わーい。